皆さんこんにちは、美容室アムの鎌田です。今日は普段どのような YouTube 動画を見ていますかについて話をさせていただきます。まずは自分の投稿した動画を確認するのに見ていることもあるし、あとは気になるタイトルの動画を見て自分の動画投稿の時の参考にさせていただいています。最近では大分合同新聞の投稿の動画を 見ています。それと YouTube の投稿を教えていただいた菅谷慎一先生の投稿もよく見て参考にさせていただいています。以上が普段どのような YouTube 動画を見ていますかについての私の考えです。ありがとうございました。